成績不振で休養した松井一夫監督に代わり、渡辺久信監督代行兼ゼネラルマネージャーが指揮を取る、新生西武。交流戦初戦で中日と対戦し、課題の頻打に泣き無得点で敗れた。試合後、渡辺監督代行は、なんとか勝てればよかったけど、お互いカードの頭で好投手同士の対戦で、ミスが出てしまったのが一つ大きなところだったのかな、と振り返った。少しは現場の厳しい現状が身に染みたかな？大見え喫煙だから、シーズン終了後にファンや前監督さんに謝罪するようなことはないようにしてほしいわ。監督変えて打てるようになるならみんなやってるんですよ。打てる打てない以前の問題なんだよな。おかしいな。松井のせいで負けてるはずなのに。なぜ中日には勝てると思っていた？舐めすぎて変化立つ波を。急に打てて守れてたら最下位にならんわ。今の西武って中日に勝ってる要素ゼロやんな。打てない分カバーしようとして守備軽視してたな。あのレフトはいかんよ。里崎も言ってたな。過去の例見ても監督解任したって急に強くならないって。カズオのせいで負けてるだけ。監督がまともなら A クラスは余裕だった。これ打てたやつ息してないな。監督のせいじゃないだろ。こら弱いわ。バントで二塁までいけるなんてたまげたな。送りバントで二塁までいけるのかってなったな。じゃあ走らせて疲れさせる作戦なんだが。これは立浪に、バントすごい、バントは強打と思わせる高度な作戦や。残りの試合見ておけ、立浪はバントしまくるで。三者連続でヤバい守備。弱さで格の違いを見せつける。ツーストライクからスクイズ決められるのか。スクイズ決められてて草。ジュニドラより面白くて草。言うにビビる子猫やん。弱いよ。こいつら守備練習してんの？これがプロの試合か？数年前まで強かったのに悲しいものだな。ジュニドラファンをドン引きさせてしまう。ヒット1本で2点とか強者の野球やってるやん。監督変わって打てるようになるならどんどん変わるんですよ。